それでは受賞者の発表です第四十一回毎日ファッション大賞話題賞は俳優でアーティストのノンさんです毎日ファッション大賞話題賞ノンドの,のあなたは俳優アーティストとして映画やステージなど多方面で活躍するだけでなく大好きなファッションの分野で SDGs を意識した 自身のブランドを立ち上げるなど、大いに話題となりました。おめでとうございます。野さん、受賞の感想をお願いします。はい、はいえー、この度はこのような素敵な賞をいただき、心から嬉しく思っています。ありがとうございます。えー、私は俳優・アーティストとして活動していますが、キャリアの初めは、 モデルから始まっているんですティーン氏のモデルのオーディションに応募してそれであのモデルになったのが初めでもともとお洋服が着たいたくさんお洋服が着たいっていう気持ちでこの世界に飛び込んできたのでもう本当にファッションで賞をいただけるっていうことがめちゃくちゃ嬉しいです。えー そして私が立ち上げた WEYU というブランドへの評価をいただけたことも本当に嬉しくてとても真剣に取り組んでいるのであのこれからも頑張ろうという気持ちになりましたあの私はもう強い意志を示したい時ものすごいエネルギーを持って挑まなきゃいけない時にファッションに力を 借りて頑張ってこれたので、これからもファッションの喜びを体現できるように精進してまいりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あのノンさんは現在毎日新聞に月刊ノンというコラムを連載されているんですよね。はい、そうですね。そしてあの毎日新聞の コマーシャルにも出演されていますよね。はい、めっちゃいい CM です。<laughs> これからの時代を明るい未来へとブレイクスルーしていくために、私たちはコミュニケーションのプロになる。伝えることです。はい。少しだけ皆さんにご覧いただきましたが、撮影にはどんな気持ちで臨まれましたか。そうですね。あの。 メッセージ性の強い CM になっているので言葉を大切に扱うっていうことをすごく大事にしましたあのアップがたくさん映ってますけど毎日新聞の CM ではあのファッションもすごくあの気合を入れて選んでもらってるので私もどれがいいかなってすごく精査して悩むところなので。 どんな服着てるんだろうってこう目を凝らして見ていただけたら嬉しいなって思います、はい、<laughs> ありがとうございますぜひコマーシャルにも注目していただけたらと思います話題賞ノンさんでしたありがとうございました大きな拍手をお願いします